朝霞疎水感染水路朝霞疎水は、稲わしろ湖より取水し、福島県郡山市とその周辺地域の朝霞原野に、農業用水、工業用水、飲用水を供給している疎水である。水力発電にも使用される。那須疎水、琵琶湖疎水と並ぶ日本三大疎水の一つに、数えられている。画像左奥、稲わしろ湖より、大宇山脈を越えて、手前。 氷山市街地周辺の朝霞原野に湖水が供給される。年間雨量が1200ミ、mm、リメートルにも満たない当地は、疎水が引かれる前は、阿武隈川に向かって傾斜して水位が悪い、丘陵地帯であったこともあり、荒涼とした朝霞原野となっていた。朝霞原野を流れる芋川、藤田川、大瀬川、笹原川などの河川は、流域面積が小さく、朝霞原野にある、ため池郡も、 流入河川がなく干ばつの影響を受けやすく、広大な原野は、牛馬の餌となる牧草を取る入会地しか用途がなかった。一方、明治維新の最中、各地で種族の反乱が起こり、その対策として、浅霞原野開拓が脚光を浴びるようになる。そこで、1878年にお雇い外国人のオランダ人ギンシファンドールンを現地に派遣し、稲わしろ湖から、 朝霞や玄野一帯の調査を行い、その調査の結果、朝霞疎水の解策を政府に決断させた。1879年、国直轄の農業水利事業第1号地区として着工され、日本海への流量を調整して、水位を保持する16強水門、朝霞地方へ取水する山形水門が建設され、水道、角井等、 延べ85万人の労力と総工費40万7千円によって 130km に及ぶ水路工事がわずか3年で完成した。灌え区域面積は約9000ヘクタールと広大で当地を一大国層地帯に変えた。なお、郡山市は平成の大合併により地域を広げた新潟市が誕生する前は米国製産量日本一の市であった。 1898年には疎水に水力発電所が設置され、その電力を利用した製紙業が発達した。また、1908年からは飲用水としても利用して、当地の人口増加を支えた。明治政府の重鎮として、疎水事業の実現に尽力した大久保利道を祀る大久保神社が郡山市郊外にある。2016年には日本遺産の一つとして、 未来を開いた一本の水路から大久保利市道、最後の夢と開拓者の奇跡郡山、稲脇城が文化庁による選ばれた。また同年、灌漑施設遺産に登録。稲脇城こと浅香疎水の落差を利用した沼上発電所が建設され、日本で初めての高圧送電を利用した送電が郡山市内まで行われ、静止業をはじめ防石。 繊維産業の発展に貢献した。その他に、竹の内発電所及び丸上発電所の計3つの発電所があった。2004年9月には、大瀬町田電屋で落差90メートル、最大出力2230キロワットの素水管理用発電所が稼働を開始した。年間では777万キロワットの発電能力があり、土地改良区の経費節減に役立てるほか、 バイデン利益分を補助金を支出した国に返却する予定。ありがとうございます。